原爆の恐ろしさを伝える話で、影男というのがあって、原爆の閃光により一瞬で蒸発してしまい、影しか残らなかった人物という話だが、実際は蒸発はしてないらしい。放射された光線の種類により、人体を通りにくい光が遮断された結果で影、それがプリントされただけで、昭和にこの逸話はインパクトがあったが、事実は少々違う。バカじゃないの？平成あたりの人々にそう言われるとき、どうでもよい障壁が。今の東京五輪のエンブレム問題とかも、結局は、これ、で世間から排斥された後の暴走に近いものは多分、存在そのもの、が一瞬で消される、それは概念に訴える恐怖として価値がある話だが、作り話だ、という、それでバッサリ否定するとき、信仰や倫理の無意味さも同時にそこは思う。価値を安易に捨てる方が悪か。